ヒュットリンゲンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。ヒュットリンゲンは、シュベービッシュアルプの東端、高度400メートルから503メートルに位置する。群長所在地アーレンから約8キロメートルの位置にあたる。この町は、北西はノイラー、北東はライナウ、南は群長所在地アーレンと境を接している。 自治体としてのヒュットリンゲンには、主流のヒュットリンゲン地区の他に、いくつかの小集落や農場、住宅群が属す。州統計局の2015年現在のデータによる。ヒュットリンゲンの町域を、ローマ帝国の最も外側の国境の一部である、王歴シャリーメスが通っていた。この国境線は、現在のバッサーシュタル住宅地の向かい、米華法ホフェルト近郊で屈曲していた。 2012年に地球物理学的調査の手法を用いて、二つのリーメスの塔の場所が判明した。ヒュットリンゲンの歴史は254年にまで遡る。当時アレマン人のジッペ指導者、フーピロの家族がコッハー側の屈曲部に集落を建設した。このジッペ指導者の名前が、町名の由来である。文献上最初の記録は、1024年になされている。 1475年にニーダー・アルフィンゲンが初めて資料に記述されている。ヒュットリンゲンはビュルテンベル公国でオーバーアムト・アーレンにその後アーレン軍に属した。1973年の軍災編でアーレン軍と共にオストアルプ軍に編入された。ヒュットリンゲンにはローマイコールカトリックと福音主義の教会が存在する。福音主義教会は バッサー・アルフィンゲン・ヒュット・リンゲン協会に属している。この町は、アーレン氏の行政共同体に加盟している。この町の議会は、2009年の町議会選挙後、議長を務める町長と19人の議員で構成されている。キュンター・エンスレは2010年1月の選挙で97.7%の支持票を獲得して再選された。ニーダー・アルフィンゲン地区のマリエンブルク城。 レティシャー・リーメスはヒュットリンゲンの中央を通っていた。コッハー川沿いのリーメス施設では、様々な様式の防護柵や壁の一部の模倣品が見られる。ニーダー・アルフィンゲン地区のマリエンブルク城は、現在、青年教育施設、レジャー施設、林間学校施設として利用されている。城のふもとにある大館所の建物には、ヒュットリンゲンの郷土博物館が入居している。 同じニーダー・アルフィンゲンには自然の屋外プールがある。町内にはサッカーグラウンドや礼拝所がある。1896年に創設されたシュウェービッシェ、アルプ協会のヒュットリンゲン地区グループは1996年にアイヒエンドルフ賞を授与された。ヒュットリンゲンは連邦道 B19 号線と B29 号線との交差点に位置し、アウトバーン A7 号線のインターチェンジも近い。 ヒュットリンゲンの中心部から約 2km 離れたゴルトスヘーフェ駅にはアーレン・クライルスハイム線及びアーレン・ドナウベルト線の列車が停車する。公共旅客交通の鉄道及びバス路線はオストアルプモビール交通共同体の運賃が適用されるが、それぞれの交通会社特有の料金も用いられている。自転車街内には多くの自転車道がある。 広域遊歩道シュベイビッシェアルプ教会のリーメス遊歩道はヒュットリンゲン近郊でコフハー川を渡る。この遊歩道はドイツリーメス遊歩道の一部である。この町には基礎家庭、専修学校アレマ年収売れがある。職業実家家庭の第5学年から第7学年はノイラー校に通い、第8学年から第10学年はヒュットリンゲンで学ぶ。さらにカトリック教会が運営する。 幼稚園が4 n ある。ヒュットリンゲンの東にゴルツヘーフェ変電所がある。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。